そして、この近辺でご商売をされている皆さん、毎月6日北区アクション、本日は拡大バージョンで、この3時から5時までの時間を使ってこの場所赤羽駅西口で今日は開催いたします。毎月6日は北区でアクション、どうぞぜひ皆さんご協力ください。それでは最初のスピーチは、実行委員長の渡辺さんです。よろしくお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。北区アクションの実行委員長をしている渡辺と申します。今年も1年毎月6日北区の駅前で、宣伝をしていきたいと思っております。私たちは特定秘密保護法が成立することをきっかけにこの毎月6日駅前での宣伝行動を始めました。特定秘密保護法が成立して5年が経って、昨年の12月6日に菅官房長官はその特定秘密保護法ができてどうだったかということを記者に問われて、国際的に信用が増して革新的な情報が得られるようになったというコメントをしておりました。これはどういうことかというと、アメリカからの情報が届くようになったっていう意味だと思いますし、でこの特定秘密保護法ができた後、安保関連法とか共謀罪とかいろいろ法律が整備されました。結局情報がアメリカから来るようになった。そしてしかしその情報は我々 国民やジャーナリストやそして議員までもある限られた人たちにしか共有できないようになっていて、それに触ろうとすると犯罪として扱われるというのが特定秘密保護法なわけなんですね。ですから限られた人たちによって情報が共有される、そしてアメリカからの情報が来ると、で法律が揃う中で自衛隊自身がアメリカ軍の指揮下に入って戦闘行為を一緒に行える状況が生まれています。ほとんど自衛隊の持っている装備品はアメリカ製ですから、まっすぐ共有も可能というような状況なんだと思うんです。でこういう中で一番最も秘密とされるものが何かといえば、多分戦争をいつ始めるか、そしてその戦争の中でどういう作戦を行うかっていうのが最も秘密とされるものだと思うんですね。それに絶対国民やジャーナリストや議員すらも、触られないようにするっていう作りとなっているんです。そういう法律なんだなっていうのを改めて菅官房長官のコメントを聞いて思いました。私たちは今ノーを帰宅アクションということで戦争に関わる全てのものについて抗議の声を上げていきたいということで行っております。今日は、日曜日ということで、3時から5時の2時間のロングバージョンとなっております。ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。私たちのこの農業帰宅アクションは一人一人のスピーチで成り立っておりますので、ぜひ積極的にスピーチをしていただければと思います。合わせて、憲法9条を守りたいということで3000万人署名の署名を持ってまいりました。合わせて10月から始めようっていうふうになっているその消費税 10% についての反対の署名も集めております。ぜひご協力いただければと思います。あと憲法9条を変えたらという肉球新党さんが作ってくれたパンフレットも配っておりますので、ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いします。それでは